インターネット専業銀行のソニー銀行が新たな通貨の形を提案する新商品を発表しますこれから記者会見が行われますが6月に就任した伊藤社長が初めてこのような場に登場します 通貨を超えろソニーバンクウォレットこのソニーバンクウォレットでは新しい通貨の形ということで提案を差し上げたいわけですではこのソニーバンクウォレットでお客様の金融行動が例えばどのように変わるのかということをご紹介したいと思います日本円の口座に加えまして10通貨の外貨預金口座 合計11通貨になりますけれども買い物の際に直接引き落としができますので万一急に円安になっても円高のきににに購入した外外貨でででおお得海買い物ができるようになりま,すまた200万台以上海外に ATM がございますけれどもここから直接外貨あの現地通貨のお引き出しができますので。 万が一パスポートとソニーバンクボレットだけしか持たずに海外にお出かけになりましても、まあ、海外出張を乗り切ることはできるかなというふうに思います。でこれからはあ,のあらかじめ外貨の現金を用意したりですねあるいは空港で慌てて両替をしたりしなくても例えばアメリカの現地でドルの現金が必要になりましたら現地の ATM でお客様ご自身がいらして直接ドルの現金をお引き出しになると。 といいううことがでできるるようになるわけでございます今後ソニー銀行っていうのはこのソニーバンクウォレットを確認いたしまして外貨にまつわる全てができる使う場所も運用先も広がるといったような外貨ワールド、まあ、外貨ワールド2.0というふうに呼んでおりますけれどもそういった構想で一層ボーダーレス化する個人の方々を時空を超えてサポートすると。 そういう未来を実現してまいりたいなというふうに考えております。これからまだまだあの続きますソニー銀行の挑戦にご期待いただければと存じます。さてこのカードですけれどもソニーバンクウォレットは国内でも海外でも現地通貨でお引き出しとショッピングができるマルチマルチカレンシーのデビットカードです。最大の特徴は日本日本円日本初のですね十一通貨対応の デビットカード付きのキャッシュカードという点です。円はもちろん、当社取扱いの外貨預金十通貨が現地通貨のまま即時に引き落としされます。お客様が運用しました運用されました外貨定期預金や MMF、FX 証拠金の外貨までもそのまま使うことができます。ソニーバンクウォレットにはキャッシュカードの部分とショッピングの機能がありますが。 まずキャッシュカードの部分からご説明したいと思います海外ではビザのネットワークであるプラスにて200万台以上の ATM がご利用いただけます対象の10通貨であればソニー銀行の外貨付与金から直接お引き出しができますまた国内におきましても既存の定型 ATM においてこれまで通りご利用いただくことができますこのカード1枚あれば 国内外の ATM に対応できるというものです次にショッピングの部分をご紹介しますビザのデビット機能を利用して世界3600万のビザ加盟店でご利用いただけますし対象の通貨であれば為替手数料の面で今までよりもよりお得により便利にお買い物ができますここでデビットカードの魅力に三つ触れておきます デビットカードは残高以上のお買い物をしないので使いすぎないという利便性がある点一方利用額の上限は口座の残高ですので高額の支払いも可能となっております3つ目ですが審査が不要ですのでクレジットカードを持てない年金受給者の皆様や未成年の方もご利用いただけるという点です。現在米国では デビットカードが支払い手段として現金やクレジットカードよりも多く使われております日本におきましても参入銀行の増加によって取扱高は増加傾向にございますソニーバンクウォレットの特徴である外貨決済のメリットにつきましてご紹介します外貨決済であればですね、円高時にまとめて買っておいてそれを海外で使うもしくは 2つ目に書いてありますが外貨の積立購入で購入レートを平均化して使うということができます実際私も毎日500円分の6通貨を積み立てています今までは海外に行った時にたまたま云々というのが常識でしたがこれからは能動的に為替レートをコントロールするということが常識になると考えております またソニー銀行で為替を取引いただきますので手数料を抑えることができますソニー銀行の米ドルの購入手数料は通常15銭最優遇で8銭と業界最低水準でございます通常キャッシュカードで外貨を購入し円口座から引き落とす場合はカードのレートに1.63%ほど上乗せされていますので例えば あ120円として2円ほど手数料が取られているというような計算になりますソニー銀行では15銭クレジットカードで2円その差は大きいですねでは海外に行くときに必ず外貨を持っていないとダメなの外貨の残高を持っていないとダメなのと思われる方もいらっしゃると思います心配はご無用ですこのカードには特許出願中の円からアシスト機能がついております こちらの機能は例えば500ドルの買い物をされた場合500ドルのですね残高をソニー銀行の残高を見に行くわけですけれどもそちらに残高がないとそういった場合に瞬時にに円の残高を見に行きますそしてソニー銀行が残高があればその時のレートでドルに変換してその結果を加盟店に返します。 この機能を使いましてもお客様でお客様をですねレジでお待たせすることはありません。外貨即時決済や円からアシストなど一歩先行く商品性を提供すること、我々はこれがソニー銀行のフィンテックだと考えています。これだけの機能がつきまして年会費は無料、ショッピングの手数料は海外国内ともに無料です。 ATM 利用時の手数料は取引額に応じて対して1.76%かかりますが国内においては今まで通り原則無料となっていますさてソニーバンクウォレットのコストメリットということでどのくらいお得であるか実際の額で比較してみたいと思いますこちら1000ユーロのショッピングをした場合1ユーロ135円と計算していますがこちら クレジットカードよりも2,000円お得、プリペイドカードよりも5,000円ほどお得になっています。まあヨーロッパに行って1,000ユーロだけしかショッピングしないということはないかと思いますので、もう少し差が出るかもしれません。またイギリスでイギリスの ATM で200ポンドを引き出す場合です。1ポンド180円の場合、クレジットカードより200円ほどお得。 空港などの現金両替と比べますと1600円ほどお得となっていますわずか200ポンド円で3万6千円程度ですがこれだけの両替でもこの差がついてきますさてこれまでは外貨利用の中心のご説明でしたが国内利用のメリットもご紹介したいと思います 我々やはりお財布に常に持ち,持ち歩いお財布に入れて常に持ち歩いていただきたいという思いがございますので国内のメリットもたくさんご用意しております。まずは年会費無料のソニーバンクウォレットを持つだけで毎月の他行への振り込み回数が現在皆様1回無料なんですけどもう1回無料にしまして合計2回無料とさせていただきます。また キャッシュバックの部分ですが国内利用に応じて当社としてはポイントでなく永久不滅の現金を返しますこちらが基本としまして0.5%皆様ついておりますが優遇ステージというものを我々持っておりまして優遇ステージに応じまして0.5%ずつさらに上乗せされ最終的には2%のキャッシュバックとなります。 また不正利用時の保証やショッピングプロテクションもついておりますのでご安心してご利用いただけます簡単ではありますけれどもデザインの話をさせていただければと思いますインスピレーションはもう本当ドストレートに紙幣から受けているという形で,です、ね、こうやって紙幣の写真を眺めていると世界各国もちろんデザインとか色とか違うんですけれども何かこう共通点があるんじゃないかと。 とということで1で、ねえっと、つはこの左側の色の部分ですねあの紙幣っていうのは紙の影響を受けて少しこう落ち着いた上品な色味になっているということで、えっと、この色をカードに使うことで紙幣っぽいデザインにできるんじゃないかなとでもう一つ右側はパターンっていうので、えっとまあ、紙幣には偽造干しのためにですねエッチングっていう特殊な技術でこういう繊細なパターンがすられているとこのパターンも紙幣ならではの ではなないかなということで、えっと、この色とパターンを組み合わせて、えっと、今あの、後ろにもありますけれども、こういうグラフィックを開発して、これをカードに落とし込むということでデザインをしておりますスペシャルゲストとして、人気レストラン、高沢の高沢義明シェフが登場し、これから伊藤社長とトークセッションを行います。い料理を構築する上で私は2つのの斬新というのを 常にあの念頭に置いて料理の方を作っています。まあ一つ斬新というのはもちろん新しい目新しいあの一歩先行く何かデザインだったり新しいということの斬新とあとまたそれがですね心に残るという残る心の斬新こっちの二つのあの斬新をですね常に料理の中に取り入れるようにしております。二つの斬新っておっしゃいましたけれどもやはりあの私どももあの同様にですね。 常に人のやら,やらないことをやるっていうこともあの謝罪の一つですしそれから DNA と申しましょうかやはり人の一歩先を行くということで、まあ、これも斬新というっていいのかと思いますけれどもあのそういうことを気づけてあのきき考えてきましたのでそういったことはとっても大切にしていきたいなというふうに思っております。 今回です、ね、あの4品ほどあのフィンガーフード簡単なものをご提供させていただくんですけれどもまずですねあのこちらなんですがちょうどですね今日はこのカードの右端左端真ん中その色をですねあの取ったこれ球体なんですが実はあのスープになってございます。周りをです、ね、日本のこう出汁のゼリーで薄く包みまして で中にはですね今日はセロリとあと紫色のじゃがいもとあとごぼうこれを使ってですねこの自然のものからこの色をちょっと表現してみました、はい、食べるスープをご用意していますうちの看板料理であるラタトゥイユというものがありまして野菜の蒸し煮の料理なんですが日本的なタッチをこの野菜一つずつに込めまして、えー、日本はすごくこうクリスピーな、えー、漬物を食べた時の,あのコリッとした 野菜のシャキッとした食感というのがあの日本は大事なのでその野菜の食感を一つずつに込めて一つのモザイクに今日は組み上げてりますそしてあとですねあと今日はカードということなのでちょっとこのカードカードにあの見立てたこれ高沢名詞なんですけれども食べれるあのちょっとあの高沢カードはいあのこれはですねあの食べれるようにこしらえましたので今日はホタテを。 実は薄く伸ばしてそれを上げてであのイカスミでですねあのちょっと写メンをプリントアウトさせていただきましたこんな食べれるカードそしてあと一つだけあのデザートなんですがちょっとあのチーズカマンベールチーズに見立てているんですが実はこれはあの優しい味わいのチーズケーキになっておりましてあの世界の皆さんが好きなトリュフの香りを入れたクリームを中に挟んでチーズケーキをご用意しております。 ムビカメラの方に目線をお願いしますソニー銀行さんというと、はい、外貨み立てというようなイメージもあるんですけど、はい、外貨にこだわっていらっしゃる理由とかあるんでしょうか、はい、やはりあの一つにはソニーっていうイメージで、まあ、海外で活躍とかですねあるいは国際的に活躍するあるいは遊びに行くのでも、まあ、いろんなところで日本に限らず、まあ、自由に どこへでも出かけていけるっていうイメージがあろうかと思いますけれどもまあそういったイメージも手伝ってあのソニー銀行の場合には非常に多くのお客様からご好評いただいてまして私どももまあそれに応えるように今までなかったような外貨に関係するサービスを次から次へこう出してきたということでまあ一つ外貨といったらソニー銀行っていうあのイメージをあのお持ちいただいているのかなっていうふうに思っております。 ネット銀行というと不安を感じる方もいらっしゃると思うんですが、はい、あの抱える課題についてはいかがでしょうかはい、えー、まあセキュリティ情報セキュリティということであの不安を感じておられる方もいらっしゃるんですけれども業界も私どもも常に最先端のテクノロジーを導入しておりまして、えー、不安の解消に努めております幸い私どもの場合には今まであの大きな事故は起きておりませんのでそういう意味では実績が出ているのかなというふうに思っております 社長にに就任されて4ヶ月になりまますすが今後の抱負よろししくお願いします、はいはいえー、まあ世の中フィンテックということで金融業界を挙げてですねえ最新テクノロジーの導入とそれから金融イノベーションということに取り組んでおりますけれども私どもずっとえそういった面で取り組んでおりますけれども皆さんがあこういう金融イノベーションの世界で活躍されるということで私ども今までに増してですねえ負けないように 速いスピードで展開をしていくということが一番大事かなというふうふに思っております世界のお札の色からデザインされたというこのカードそしてこのカードからインスピレーションを得て作られました高澤シェフのお料理となります綺麗ですね世界200以上の国と地域そして11通貨に対応したソニーバンコーレット個人の金融行動にイノベーションを起こしたいと伊藤社長もおっしゃっておられましたが 私もぜひこのソニー版コーレットを使って私のお財布にイノベーションを起こしたいと思いました。